どうも、ハンサムクロージュです。今日はですね、スターバックスの新商品の発売日ということで買ってきました。ゴールデンメイプルフラペチーノ with キャラメルウォルナッツです。メイプルシロップとハニーバターの風味を加えたソースと、飴がけされたくるみのカリッとした食感がアクセント。香りがもう最高なんですよね。こちらです。じゃじゃーん。ちょっとすみません、お持ち帰りなのでホイップが下手っちゃいましたけど、出来たてはもうモコモコしてましたよ。はあ、めっちゃこのキャラメルとメイプルの香りがとってもいいですね。大好きな匂い。すごい甘ったるいって感じる人もいると思うんですけど、僕はすごい好きな匂いです。でプラスこちらですね。これはシュースティック、カカオ2分入りのシュー生地を焼き上げたシュースティック、これをこのフラペチーノにつけて食べたら美味しいよということなので、こちらも買ってきました。こちら別売りで80円ですね、税抜き。割れやすいそうです。これは気をつけてお持ち帰りくださいということで、早速じゃあこれで最初に食べてみましょうね。黒い粒々がカカオニブなのかな。粒々があるんですよね。食べ方に沿ってやると、まず下まで差し込んで、うわ、あふれるあふれる、おいしい。飛び出す。この状態取りたいけど、ほっとくと飛び出します。すごい。おお、これでトッピングを絡めて、こういう感じですね。こんな感じにして召し上がりくださいということで食べてみます。すごい、うまっ、めっちゃうまい。ちょっと手が汚れる可能性があるけど、この生地がすごい美味しい。香ばしくてすごいサクサクで、ホイップとかメイプルソースが絡まると、ほんとシュークリームみたいな、カリカリのシュークリーム食べてる感じです。ビアードパパとかその場でクリームを入れてくれるシューってサクサクでしっとりしてないじゃないですか、生地が。そのイメージですね。あ、これ10だな。これ10ハンサムですね。もう飲みたいと思います。あ、うまい。おいしい、おいしい、おいしい。最近またね、都内なんかまた暑くなってきたんですよ。台風が来て雨も止んでね、もう9月なのに暑いんですよね。最高ですね。ナッツの食感もいいですね。メイプルっていうどっちかっていうとキャラメリゼっぽい香りなんですよね。すごいいい香り。結構甘めではあるけど僕は好きですね。これうまいな。カリカリ系が入ってるとだいぶ印象違いますよね。僕このカリカリ全部入れてほしいな。ごちそうさまでした。10ハンサム。いやー、美味しい。10ですね。どう考えても10。10のゴンゲです。もう最高。なんだろう、僕の好きな味です、これ。完全に。キャラメリゼといい、この香りの感じといい。シュースティックがまたついてるっていうのが、僕シュークリーム好きですから、本当に嬉しいです。美味しいものを作ってくれてありがとうございます、スターバックス。どういう人におすすめかっていうと、キャラメリゼとか好きな人、キャラメル系が好きな人と甘ったるい香り、メイプルとかの甘ったるい香りも全然 OK だよっていう人は美味しく楽しめると思いますね。最近フルーツ系が続いてたんで、さっぱり系だったんですね、どれもね。これはもう本当、甘い。甘い。こういうのもいいですよね。秋っぽい。なんかこう、こっくりとした甘さととろみと美味しさがありました。でね、もう一個、ゴールデンメイプルラテっていうのもあります。ホットですね。あ、アイスもあるのかラテは。これも出てました。ちなみにシュースティックは、他のメニューにも追加できるそうなので、80円で。いろいろアレンジできると思います。シュースティックアレンジはなんかいろいろ出てきそうだな。よかったら皆さんもお試しください。以上、ハンサムクルーズでした。バイバーイ。Thank you.